ラサンパンダのランチには新鮮な竹の果汁と運動場の清掃のため一度バックヤードへと帰らせていただきます。あらかじめご了承ください。なお運動場におりますパンダの赤ちゃん楓浜も体重測定のために一度バックヤードへと帰らせていただきます。あらかじめご了承ください。Thank you.